はい、おはようございます。栃木のたけし農場です。ピンチです。キュウリのね、収穫します。はい、今回はね、下の方ですね。これ側枝です。側枝、はい、これを収穫します。よっこいしょ。今何センチだろう、何センチだろうって18センチですなんか芝居をやっちゃいましたね。18センチ収穫します。で、これ下の方にある側枝なので、一段変えちゃいます。はい、もうだんだん、この下の方の側枝はキュウリを収穫したら取るようにします。はい、それと今日の適応ですね、ちょっと上の方向けます。はい、この辺で大丈夫かな。まず側枝を、側枝っていうか子づるですね、すいません、子づるを止めます。で、これ結構ね、下の方の段についてる強い子づるなんで、これ1節2節3節で止めます。何節で止めるかって、機械的にね、下段は何節、中段は何節、上段は何節っていうふうにやってる人もいるんですが、私はその都度ね、ついてるキュウリとか、その枝の強さによって変えてます。これも1節2節3節目で止めましょうかね。はい、3節で止めます。だから、下から数えてね、何節目が何段もは特にやってないですね。はい、じゃあ子づるを二枝止めました。それと、病気の葉っぱですね、病気の葉っぱを更新していきます。はい、これ1枚ですね。それとこの下の方、種子の葉っぱはね、もうかなり古くなってきてるので積極的に、落としちゃってもいいのかなと思います。あれ、芯止めたやつどこ行っちゃった。あ、落としちゃった。ダメだね、はい、子づる止めたやつを今探したんですがね、見つかりません。キュウリ農家やってる頃はね、もう全然気にしないで畑捨てちゃったんでね、まあその時の、習慣でね、捨ててしまいました。すみません。はい、じゃあよいしょと、ちょっと下の方今アングル変えますね。ちょっと下向けます。はい、今日の収穫物ですね。はい、キュウリが1本と葉っぱが2枚適用しまして、芯止めかな、芯止めが2箇所だよね、2箇所やりました。ずいぶんね、下の方、10節
15節目ぐらいより下に小粒の方にね、キュウリがなり始めましたんで、これからね1日に複数個取れると思います。で昨日ね、北関東では北関東というか、宇都宮近郊では、夕方ね雷が鳴って結構雨が降りました。梅雨による雨はねあまりね今のところないんですけど、雷による雨は ほどほどにあるので、畑はね適度に湿ってます。 ですから養分があればもうこれからどんどんキュウリがなってくんじゃないかなと、はい、思っております。お付き合いありがとうございました。